サバイバルやってたら強いんじゃないかなという。おお、湧いた。やばい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 。キモい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 。はい、どうもね、こんにちは。というわけでね、ツナキャップでございます。はい、今回はモッド紹介の方をしていこうと思います。今回紹介するモッドの名前なんですけども、ですね、名前が出てこない。モアスパイダーズ、モアスパイダーズモッドっていうモッドでございます。このモッド簡単に言いますと、まあスパイダー蜘蛛のね量が増えるっていうかモッドになっております。で、増えるスパイダーなんですけども、まあ、こんだけいるんですよ。こんだけいるんで、ちょっと、いくらなんでもね、こんだけ紹介するのはちょっと説明しきれないっていうか、紹介しきれないんで、まあ、自分がね、この中で見つけてきたおすすめの、こんぐらいをね、紹介したいと思います。で、それより前に、まずね、こちらでね、紹介される、まあ、これもそうなんですけども、アイテム？モンスターじゃなくて、アイテムの方を紹介していきたいと思います。まあこちらのアイテム紹介の方は結構手抜きでやらせていただこうと思います。まず、こちらのブロックなんですけども、まあ、ここら辺はまあね、クリエイティブしかうっせえな、これ黙れしねえあげまあここら辺クリエイティブしか出せないんで、正直あんま意味ないんですけども、夜になると光りますというわけでね。はい、まあ、それだけです。はい、で普通のこの武器とかの方紹介していきたいと思います。このヒーローのやつは、後ほど紹介する、まあ、ネザーヒーローっていうのがいるんですけども、多分そいつから落ちます。はい、この武器めっちゃ強いですよ。ほら、まず上に上がるのってね、炎がつくっていうこの最強の武器で、アタック13あるんでね、まあこんな感じで無双できちゃうんですよ。で次こちら、なんこれ読めないけど、まあこれもね強いんですねはい、強いんです。まあここら辺はどうでもいいんですよ、正直。で、これなんですけども、スパイダースカッシャー、スカッシャーみたいな名前で、このモッドで追加されるクモ系はね、基本 HP がバカ多いんですけども、まあ、これ使えば早めに殺せるってやつですね。でこれはちょっと自分使い道よくわかんないですけども、まあ爆発するという、近く行って爆発しても何も意味ないんで、ちょっとこれよくわかんないですけども、今これと、あとこれですね、ブラスターって言えば分かるでしょう。はい、こういう武器です。まあ、銃みたいな感じですね。まあ、普通にモブにも使えるんで、まあ、結構いいんじゃないかと思います。使えそうなアイテムだけ紹介していこうと思います。はい、こんな感じで、次紹介するのはですね、スタッフ系、まあ、スタッフっていうか魔法の杖ですね、系紹介していきたいと思います。まずネザースタッフ、まあ、これはあれですね、ネザースタッフなんで、火をとりあえずバババババババーンってやります。はい、で次フォレストスタッフ、これはフォレストか、分かってる。こうやってなんかクモの巣を作れます。なんでフォレストなのかよく分かんないですもんね。はい、で次ウィザースタッフ、まあ、ウィザーって分かりますか、モンスター、まあモンスターいるんですけども、それの技であるような技を使えます。はい、ここら辺全部クリエイティブで出さないといけないんでね。はい、まあ、それクリエイティブ専用なんですけど。で個人的一番好きなサンダースタッフですね、こちら。まあね、サンダースタッフって言ったら分かると思いますけど、はい、こういう感じですよ。この弾が飛んでったところの、落ちたところに雷が降るという、はい、まあとても面白いスタッフですね。で次アイススタッフ、まあ、これは分かるでしょ、名前の通りです。はい、でアイロンスタッフ、これはアイロンゴーレムが生まれるというこんな感じで、次ウォータースタッフ、これは水ですね、はい、水ができますみたいな、あざとこと水ができます。次トーチスタッフ、これはね正直ある意味ちょっとありますね、これクリエイティブでしか出せないはずだったんで、確かこれはあんま意味ないと思うんですけど、まあこんな感じで行く方向に、あ、これ確かクラフトでも行けた気がする。この武器はクラフトはちなみに、はい、これで作れます。はい、スティック、はい、こんな感じですね。まあいいんじゃないでしょうか。次、ヒールスタッフ、ヒールじゃないね、ヘルスタッフだね、ヘルスタッフ、まあこれはヘルです。ヘルっていうか溶岩ですね、溶岩をこうやってできるっていうスタッフになっております。はい、次最後ですね、
ここら辺、まあ、エメラルド系はまあめんどくさいんで、めんどくさいって言うかあんま変わんないんでね、普通にエメラルドで普通の感じで作れるっていうだけです。はい、で違うのはこのネザーヒーローってやつと、あとこの下のやつですね。一応出しておくか。じゃあまずネザーの方から。ネザーの方は来ますと、まあね、こんな感じでまずジャンプブーストとかめっちゃついて、ジャンプとかも速いんですけど、スピード1もついてね、まあ速くなります。で、F5 っていうか自分の方向を見てみると、まあ、こんな感じでね、なんか俺の原型とどめてないけど、まあいっか、こんな感じでなります。で次、こっち漢字じゃない、英語読めないですけど、この明らかいかつい真っ黒の装備、こちらね、なんか黒い割に対してなんか薄っぺらいんですけどもはい、まあこちらの方がね多分強いと思われます。そうでもないか、暗視の効果とスピードとジャンプブーストがついてます。はい、多分ネザーの方が強いですね。こちら紹介していこうと思います。なんかジャンプ効果がまだついてないけど OK。 ではね、もうどんどん紹介していこうと思います。ではまずスポーンヒール、さっきのあれですね、さっきヒールでもあったようなヘルか、ヘルっていうこれのスパイダーです。まあ名前の通りこんな感じで雲じゃないわ、溶岩ができます。でこれが、ウィザーですね、ウィザーの雲、これ圧倒的にね、このちょ荒すぎ荒すぎヘル最初に入れたら間違いだったかもしれない。このウィザーはね特になんか効果はよくわかんないですけど、はい、まあ、黒くてかっこよかったんで入れました。雲同士で結構戦うんでね、このこいつら、まあまあ自滅してくるんで勝手に次はドラゴンスパイダー、はい、こちらドラゴンですね。このね、このなんだっけ、この雲は攻撃するときに火が出るっていう、あと足がとても速い、ほらすっごいよねこれ。あ、まあ、こんな感じでドラゴンらしさ、若干のドラゴンらしさが出てる、はい、雲になっております。ウィンドスパイダー、はい、こちらの雲なんですけども、バカ速いんですよこいつ、風のように、ほら風のようにね、シュンシュンいくんですよ。はい、まあそういう雲になっております。次サンダースパイダー、サンダーですよ。ウィットン君、場外出てっちゃったんだけど , 笑ったわあー、まあ死ぬまで戦いますねこの子たちは。どんだけ風の、うー気持ち悪い気持ち悪い、俺雲嫌いなんで正直次サンダー、こいつは強いけど、なんかあれ効果発揮しないな、上があれだからか。まあいいや、まあ本当は雷出るんですけども、こいつ今回効果を発揮してない、外でやればいいのかな、外でやってみますね。ウィッチスパイダーもついでに紹介しながら、こいつはワンウィッチのあれバージョンって感じですね。あれサンダーまあ乱戦してますけど、こいつ雷出なかったか。まあ一応紹介しちゃったんで、まあいっか。はい、こういう雲になっております。次ミストスパイダー、こいつなんだっけ、おびっくりしたびっくりした、俺マジで雲怖い嫌いなんだよね。はあ、びっくり、ああ寒気する、ああ寒い、正直にマインクラフトの雲が嫌いなんですよほんで雲嫌いなんですけども、ちょっとなんていうんですか、克服するためにこのモッドを紹介しようと思ったんですよ自分。それもあってこちらの雲なんですけども、ああ気持ち悪い、本当に気持ち悪い、雲めっちゃ嫌いだからな本当にあのこのサイズならまだ全然可愛いなぐらいでいけるんですけど、あのサイズは本当にやばいっす。ああいるいる、ああちょっと待って、気を取り直して、スケルトンスパイダーですね、こちら紹介していきたいと思います。あれスケルトンスパイダーがよくなっちまった、やばい、でっかい雲来た、来るな、スケルトンスパイダーその間探しとこう、ちょっと待ってください、すいませんね。スケルトンスパイダー、はい、こちら紹介していきたいと思います。こちらは、はい、こんな感じでね、可愛いんでただ紹介したんですけども、特に効果的なのはないと思います。ネザーヒーロー紹介したいと思います。ちょっと待って、そんな行かないで、はい、こいつ、まあね、さっきの武器と同じ感じで空に飛ばしてくれたりします。で、こいつが
もう一人の僕みたいな、もう一人の僕じゃないわ、もう一人のさっきの装備の人ですね。でこれがエメラルド装備の人間みたいな。攻撃しないのが謎なんだけど、ネザーヒーローの人どっか行っちゃったんだけど、あ、いた。はい、まあこんな感じでヒーローたちは戦ってくれますね。こちらは、はい、こんな感じでね、ガストです。なんでまあでかいんですけども、こちらはまだ可愛らしさが、顔が可愛いんでね、いいんですけども、次紹介するのはミュータントウィッチスパイダー。はい、こちらこちらはね、はい、まあ、このウィッチの強化版みたいなやつですね。ウィッチスパイダーの、あ、ラグってるラグってる、めっちゃラグってる。はい、まあこんな感じでね、ちょっと気持ち悪いですね、この顔面。もうやばいっすよこいつ、こんなん目の前に現れたらやばいもん、ほんと。でまあこいつらをね、吹っ飛ばしてくれる救世主がいるんですよ、このミュータントチャクタスパイダー、まあ、サボテンの雲みたいな人ですね、人雲ですね。はい、こちらなんですけども、はい、こんな感じで天の彼方まで、はい、吹っ飛ばしてくれます。こいつマジ正義なんだよね、俺大好きだわ、愛してるわこの雲、ほんと。あのね、雲同士の戦いのみなんですけども、あ、間違えた、あ、こいつらはあれなんだ、ホモホモみたいな感じになる。まあいっか。はい、で残り2つとなりました。というわけでね、まあ交尾してるんですけど、あの人たちは、まあ、ほっときまして、なんか、ではね、こっちから紹介したいと思います。こちらね、自分本当に怖いんだよね、紹介するのが。ジルラ、ジルラって読むのかわからないですけども、こちら紹介したいと思いますやだー、ちょっと目つぼろ。はい、まあ行きますよ、 3,2,1,5。 はい、こちら、あー、ラグってる、ラグってる、ラグってる、めっちゃラグってるけど、見てくださいこいつでかくないっすかこいつ、クモの最強形態ですよ多分。こんな感じで、ね、やばい雲なんですよ気持ち悪すぎる。ではね、こいつ出すとね、結構重くなっちゃうんですけども、重くはないんです、多分自分のメモリが足りないだけなんですけど無双してきますモンスターどもね。そうですよね、こんにちは。はい、というわけでね、こちら紹介し終わりましたので、ちょっとラグりすぎ消そう、さよなら、よし、オッケー。ではね、やっと最後の1体紹介できます、紹介していきたいと思います。こいつが、ね、自分の中で一番お気に入り、ミュータントスパイダー、サンダースパイダーですね、紹介したいと思います。こちら、かっこいい、圧倒的なね、かっこよさ顔面クルクルしてるんですけど、ラグってるんですけど、ラグってる合図ですね、やばいんすよね。まあ自分が歩いたところ全てに雷を落としていくっていう、まあ、とてつもなく最強な、ね、こいつに勝てるわけがないよ。まあ、モブを食ってくれるんで、少し飼いならしたら、サバイバルやってたら強いんじゃないかなという。おお、湧いた、やばい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 、キモい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 、めっちゃ湧いてる、そう。ちなみにこのモッド、あれなん、勝手に湧くんで、普通の状態で湧くんで、さっきも言ったか、湧いちゃうんで、まあ、こんな感じでね。こんな 4体一気に湧くのはめっちゃ珍しいんだけどやばいやばい、めっちゃ乱戦してる。こんな感じでね、結構雲面白いんですよ。こんな感じ、すごくないですかこれ、すごくないですか。しかも俺モッド紹介で言えなくなったけどさ、はい、まあこんな感じでとてもね面白いモッドになっております。はい、というわけでね、まあ今回は紹介したのはスパイダーモアスパイダーモッドですね。はい、ぜひね面白いんで、サバイバル実況とかする方、ぜひこのモッド追加したら、まあモブ増えたりするんで面白いと思うんで、ぜひ皆さん使ってみてください。それではね、最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。また面白いモッドがあったらぜひ紹介したいと思うので、よろしくお願いします。ではでは、バイバイ。